2012年ロンドン五輪男子フリースタイル 66kg 級決勝戦の様子甲府駅に設置されている米光達弘を紹介するパネルベーマン達弘は日本の元レスリング選手、指導者。陸上自衛隊朝阪中等地自衛隊体育学校に所属する自衛官である階級 Y 東陸 E、山梨県富士吉田市出身。 山梨県立稲崎工業高等学校、拓殖大学生経学部卒。2008年全日本学生選手権フリースタイル 66kg 級で優勝して文部科学大臣杯を獲得し、天皇杯全日本選手権でも優勝。2009年は野舎独国際大会優勝、世界選手権にも出場し、銅メダルを獲得。2010年世界選手権は23位と、 振るわなかったが、アジア競技大会では、フリースタイルとしては1994年、広島大会 62kg 級の和田隆弘以来16年ぶりとなる金メダルを獲得。翌、2011年9月にイスタンブールで開催された世界選手権でも、和田以来16年ぶりの銀メダルを獲得し、ロンドンオリンピックの日本の出場枠を獲得した。 12月に開催された全日本選手権でも優勝してロンドンオリンピック代表に決定した。2012年8月12日、ロンドンオリンピック最終日に行われたフリースタイル 66kg 級に登場し、初戦で2011年世界選手権銅メダリストのリバン・ロペスに2から0で勝利すると、続く準々決勝のハイスランベラネスは第1ピリオドを延長戦の末取られたが、 その後にピリオドを練習して2から1で逆転勝利。準決勝のジャブライルハサノフ戦も2から0で勝利して決勝に進出するとスシルクマールにも2から0で勝利し、レスリング競技に本男子勢としては1988年のソウルオリンピックフリースタイル 48kg 級の小林隆とフリースタイル 52kg 級の佐藤、三ツ以来6大会24年ぶりとなる金メダルを 獲得した同年、四字方賞を受賞。埼玉県から、彩りの国功労賞を受賞。米光が獲得した金メダルは、日本オリンピック史においては1912年の、ストックホルムオリンピックに初参加して、以来、夏季通算400個目のメダルであると同時に、夏季オリンピック通算130個目の金メダルという、メモリアルメダルとなっただけでなく、ロンドンオリンピック、 日本選手団が今大会で獲得したメダル合計数が38個になり過去最高だった2004年アテネオリンピックの37個を更新するものともなった。また開会式を除く全ての日でメダルを獲得したことになった。山梨県出身の人物はこれまで個人でオリンピックメダルを獲得したことがなく、米光は山梨県出身者として 初めての個人競技でのメダリストとなった。ロンドン五輪後の活躍も期待されたが、度重なる怪我で試合にも出られない状態が続いた。さらに2013年末の国際レスリング連盟の制度変更により、所属階級の 66kg 級が消滅。新規階級の 65kg とは 1kg の差とはいえ、これ以上の減量は、 厳しいとの判断もあり、2015年1月、競技引退を表明。同月22日に引退会見を開き、米国への留学などで経験を積み、指導者としてレスリング界に恩返しをしたいと抱負を語った。同年8月より、日本オリンピック委員会の研修プログラムで、米国留学中。2016年9月26日。 日本レスリング協会理事会で2017年からレスリング男子フリースタイルのコーチとして指導に当たることとなった。ありがとうございます。